日本のバレーボール日本の9人制バレーボール本校では日本における9人制バレーボールについて説明する。ウィリアム・ジー・モーガンにより1895年に考案されたバレーボールは YMCA 教官であったカイエイチ・ブラウンにより1913年に日本に紹介された。当初はレクリエーションや体操の側面が強かったが競技としてルール整備が徐々に進んでいく。 ブラウンは1915年に、京阪神の YMCA にも紹介し、神戸交渉でも教えたと言われている。1チームの人数は、中国やフィリピンなどで行われた16人制などがあったが、極東では徐々に9人制となっていく。一方、欧州に紹介にもされたが、こちらは6人制での整備が進んでいく。日本チーム初めての国際試合は1917年。 東京芝浦で行われた第3回極東選手権競技大会に即成チームで出場するも惨敗を喫している。試合は16人制で行われた。第8回極東選手権競技大会において、ようやく9人制となり、移行書規則の整備が進んでいく。1927年に大日本配給協会が設立され、1928年に、 全日本配球選手権の実質的な第一回大会が開催された。1936年には XX 競技大会と名乗る大会が年間232大会にも及び戦前のピークを迎えた。戦後、1955年頃までは復興期にあたり、協会などの普及活動も相まって9人制バレーボールは日本国内で一時代をなした。 日本は1951年にイフに加盟したが、当面は国際式ルールの大会を開催しないことを決めている。転機となったのは1955年以降に押し寄せた国際化の波である。1958年に1964年、東京オリンピック招致が決定し6人制バレーボールを競技種目に加えようと、欧州の6人制バレーボールに追いつけ追い越せが、 国内の潮流となった。すなわち1958年の全日本6人制バレーボール総合選手権開催1961年限りで国民体育大会での9人制種目の廃止。翌1962年全日本都市対抗バレーボール優勝大会が9人制から6人制に移行するなどであった。さらに1964年の 東京オリンピックにおける全日本女子金メダル獲得、1967年の日本リーグ開催などが決定的となった。2013年現在でも日本バレーボール協会は9人制、6人制の日本立てとする方針を堅持しており、全日本9人制バレーボール総合選手権や全日本9人制バレーボール実業団選手権などを主催、共催している。 2015年から9人制としては、初のトップチームによるリング戦、全日本9人制バレーボールトップリーグが開催された。本節では2013年度版の9人制バレーボールの競技規則を、6人制バレーボールとの相違点を中心に説明する。相違点については小文字車体字で補足している。長方形のコート及びフリーゾーンを含むエリアからなる。コートの広さは、 下記の通り。フリーゾーンは最低限サイドラインから8メートル以上、エンドラインから5メートル以上のスペースが必要。高さは競技場表面から12.5メートル以上。サイドラインの直上のネットにサイドバンドが設置され、サイドバンドの外側から20センチメートル離して、アンテナが設置される。6人制と同一で、一般男女では5号球を使用する。 9人の先発競技者及び3名以内の交代競技者合計12名以内で構成される。セット内での競技者交代は4回まで認められる。6人制では認められない次のような交代も認められる。なお交代競技者は一度ベンチに退くと、そのセットは出場できない。6人制におけるリベロは9人制では採用していない。 1>, 1セット21点制の3セットマッチ。20から20となった場合は、デュースとなり、2点差がつくまで続けられる。セット間の休憩は3分間である。6人制で行われているローテーションは行わず、ポジションは任意である。6人制のポジショナルホールともない。6人制で、サーブと呼ばれる用語は9人制ではサービスと呼ぶ。サービスは、 セット開始前に監督が提出するオーダー順による。競技者交代があった場合は、その先発競技者の順番で交代競技者がサービスを行う。第2セットは第1セットを失ったチームの次のサービス順競技者からサービスを開始する。サービスは1本目をミスしても2本目を打ち直すことができる。2本目もミスするとダブルフォールトとなり、 サイドアウトし、相手の得点となる。次のようなケースは失敗とみなされる。主審の水滴後、トスしたボールを打たなかった場合。主審の水滴後、8秒以内にサービスをしなかった場合。サービスがネットインした場合、セット開始時点で、先発競技者9人がエンドラインにサービス順に並び、副審がオーダーシートと称号する。副審が エンドラインに並んだ選手の順番をオーダーシートと称号している場面。6人制と同じく3回以内で相手コートへ返球しなければならないことは変わりないが、ブロックも1回の接触とカウントする。競技者が接触した後、ネットに触れた後に同一競技者がボールに接触する行為はドリブルとならない。この場合、実質的にブロックなどで 相手コート上にあるボールに触れると、オーバーネットの反則となる。この場合、相手コート上とは、ボールの一部がネット白帯の仮想上部に達していない状態を言う。ただし、ブロック後に相手コートに手が出ることは反則とならない。ネット上における、ボールの押し合いは、ダブルファウルとされ、ノーカウントとなる。9人制と6人制における用語の主な相違点を、挙げる。 センターラインは便宜上を入れてあるが、実際には設置されない。9人制バレーボールでのポジション名は2文字のアルファベットで印、回、フォワード、H、ハーフ、B、バックと L、レフト、C、センター、R、ライトの組み合わせとなる。例えば、HL なら、ハーフレフトとなり、FR なら、フォワードライトとなる。 バックの3人及び HC は主に守備を担当するが、他の海 H の5名アタッカーは、アタックブロックの両方を担う。全日本9人制バレーボール総合選手権において、複数回優勝、または準優勝した競合チームを記す。ありがとうございます。